수시사과연최선을기해서발표를해주시겠습니다はい、ありがとうございます。佐賀県知事の古川康史でございます。私からは他の県との準則を避けるために、佐賀県が独自で行っていることを一つ、そして自由テーマとしてもう一つ、合計二つのことからのお話をさせていただきます。まず共通テーマの高齢化少子化対策、そのうち特に私からは介護の予防対策のお話をさせていただきます。介護というのはお年寄りに対してお世話をすること、このような意味であります。日本では介護が必要になった人に公的なサービスを給付する介護保険という制度があります。その介護が必要となるお年寄りの数は高齢化が進むにつれてだんだん増えてきています。では人はどういう理由で介護が必要になるのか、その答えがこの円グラフです。その中で一番多いのはここに運動器の障害と書いてあるものです。運動器というのは筋肉や関節、骨、神経、こういったものの総称です。まとめた言葉です。ここに障害があるから介護が必要になったという人が全体の4分の1いらっしゃいます。この他は脳血管に異常が出てきたとか認知症になった、認知症というのは日本語で昔ボケと言ってましたけども、こういう認知症になったというものが他にありますけれども、一番多いのは運動器の障害なんです。その具体的な例がこれです。この運動器の障害というのを私たちは運動器症候群、英語でロコモティブシンドロームというということで、それを略してロコモの予防対策というのを進めています。具体的には例えば膝が痛い、この中にも私と同年代あるいはそれ以上の方もいらっしゃいますけれども、立ったり座ったりする、あるいは階段を上ったり下りたりする時に痛いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。また腰が痛くなったり足がしびれる、女性に多い病気ですけれども、出産を経て高齢になるにつれて骨粗しょう症といって骨がボロボロになる、こういった病気の方も増えていきます。これらがみんな運動器の障害と言われるものです。ではどれくらいの人がそのような目に遭うのかというと、右下の膝の病気の発生率を見てください。これを見たら分かるように、例えば私は50歳代ですけれども、それであれば男性の 20% 強、女性であれば 30% が膝が痛いと訴えています。70歳になれば女性の場合は 70%、男性でも 50% ぐらいの人が膝に何か異常がある、こういう状態になっているというわけです。私が言いたいのは、こういう膝や腰や骨が痛くなる、あるいは異常をきたすというのは何か特殊なことではなく誰にでも起こりうることだということです。そしてこれが起こらないように努力をすれば介護が必要な状態にならなくて済む、つまり自分のことは自分で済ませるようになるということを私は言いたいわけです。佐賀県ではそのように運動器に障害を持つ人を減らしていこうということで、このロコモティブシンドロームの予防のためにいくつかの事業をスタートさせました。簡単に言えば体を動かしてもらうということです。そして